ありがとうございました。あのためのこの前田設置事業というのは大きな取り組みだと思いますし、今後とも過疎の町村の中では大きな核となっていくと思います。大変期待しています。会長がいつに一番お席でいただきます。